大田光広氏、大田光広氏、大田光広、1874年から1939年10月14日は、日本の実業家、京藩電気鉄道社長、会長などを務めた。山口県出身、1898年、明治31年、東京帝国大学法科法営科を卒業後、鉄道省に奉職する。京藩電気鉄道設立。 1906年時の専務取締役、渡辺義和より、鉄道省からの人材圧旋を依頼されたのをきっけに、実業界を目指す。第一歩として1907年、明治40年自らが鉄道省を辞して、京阪電気鉄道に入社し、諸務課長に就任。建設中だった京阪本線の線路選定や、用地買収等一切の事務を担当した。開業後も、 同社の実務を切り回し、1910年、明治43年取締役就任、1911年、明治44年には、常務取締役、1925年、大正14年には、農林大臣就任のため退任した岡崎久美助の後を受ける形で、社長就任する。この間、1918年には、伊勢電機鉄道、 後の三重交通新都線を運営。近鉄名古屋線の前身会社とは別の社長に就任し、九百二十四年には伊勢電気鉄道などが合併して成立した見え、合同電気の合同電気の社長にも就いた。大田は京阪電気鉄道を経営するにあたり、和歌山水力電気や日高川水力電気の買収による和歌山県進出、和歌山支店設置、 京心電気軌道の合併、新京阪鉄道の建設、名古屋急行電鉄の免許取得など、積極経営を続けた。和歌山支店に関連し、阪和電気鉄道への和歌山側の電力送電権を獲得する役目を果たしたことから1925年、大正15年同社発起人に加入するともに、会社設立委員に加わり、同年設立時には、 京阪電気鉄道名義で1万株、後に合同電気名義で1万株、最終的には個人名義で1000株を出資して取締役に選任され、財界、中央、特に鉄道省との幅広い人脈を活用して、阪和電気鉄道に重要な役割を果たした。こうした拡大政策は立憲政友会との親密な関係による部分もあり、年に ごして次国事件が発覚した際には謙虚、収監されたが、2ヶ月後に保釈されている。最終的に大田は、不起訴となった、名古屋急行電鉄の項目も参照。大田自身は、著書、電鉄生活30年の中で、声優会から、特別の便宜を受けていたとは考えていないと、記している。しかし、積極経営は、昭和教皇で行き詰まり、過剰投資を回収できずに、 業績は、原配から無敗へと悪化する。この対応として、人員整理の断行、和歌山支店の合同電気への譲渡、新京阪鉄道の京阪電気鉄道への合併と、経営立て直しに奔走した。1936年、昭和11年会長に就任するが、1939年、昭和14年に、相談役へと退き、直後の10月14日、 食道岩のため死去した。没後の1963年、昭和38年、京阪は悲願であった大阪都心への乗り入れ、淀屋橋延長線を地下線で実現する。この時、地下トンネルのポータル上には、当時の社長、村岡志郎の記号になる、尖閣、茂成、なり、尖閣の志、ここになるという変額が、大田の孫の手で除幕される形で設置された。 また、寝屋川市、香織の自宅の庭に植えられていた、金木製の木は、村岡市郎宅に移植の後、1968年、昭和43年に、氷園駅上り線、一番線脇の植え込みに、再移植された、大歴を示す看板が横に設置されている。上記の通り、大田は1924年、大正13年9月35度電気。 1930年合同電気に会社の社長に就任。1937年昭和12年に合同電気が東方電力に合併されると同年11月東方電力副社長に転じ、1939年5月までこれを務めた。また、京阪電気鉄道が設立に参加した大道電力旧大阪総電初代社長福沢桃介にも関わり、 1919年、大正8年11月の設立とともに、常務取締役に就任し、1928年、昭和3年6月には、増田次郎の2代目社長就任に合わせて、代表取締役副社長に昇格した。その後、1931年12月副社長からは、尻族が、1939年3月まで、取締役に名を連ねている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。